女子バレーボールのデンソーエアリービーズを歓迎するイベントが開かれました。デンソーエアリービーズは拠点を愛知県から郡山市に移し、今年10月から始まる国内トップリーグ SV リーグに参戦する予定です。多くの人たちにチームを応援してもらおうと、昨日は JR 福島駅前でチームを歓迎するイベントが開かれました。福島の美味しい食べ物を食べて力をつけて頑張りたいと思います。たくさんの応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。チームは今月31日と来月1日に福島市でアランマーレ山形と公開練習試合を行う予定です。